スノーマン向アンドラウール。二人で高級寿司店へ、普段喋らない話するから帰りルンルンスノーマンの向井うじとラウールが、12日放送のグループでレギュラーを務めるラジオ番組、スノーマンの元のまんま文化放送毎週木曜21時から21時30分に出演。二人で寿司を食べに行ったことを明かした向アンドラウール。二人で寿司向井とラウールは、先日二人で食事に行ったそうで、向井は、行きましたよ。 高いお寿司、と告白。ラウールは、ラウールをそろそろ連れて行かなあかんねん、って言って、と向井の言葉を真似しながら報告した。ラウールは、久しぶりにご飯に行くってなって、二人っきりは緊張しちゃうから、その日、最近スケジュールが緩やかな人は誘ってよ。緊張しちゃうからって、言っていたと明かし、向井も、言ってたねとうなずいた。ラウールは、で、ガラガラって開けたら、よって個室で、 向かいが一人で待ってて、もう2席くらい空いてるから来るのかなみたいなそしたら今日は2人きりやでって笑いと暴露2人は声を上げて笑いラウールは久しぶりに楽しかったと語った